中野隆は日本の物理学者、大阪大学教授、大阪大学核物理研究センター長、理学博士、大阪市出身。2003年7月大型放射光施設スプリングマイナス8で合計5つのクオークと半クオークから構成されている重粒子、ペンタクオークの存在を確認した。2020年に流行した新型コロナウイルスをめぐっては、 感染収束のスピードを直近1週間の感染者数を累計の感染者数で割った数字で予測する独自理論の契機を公表しコロナウイルス感染症の拡大収束動向を見極める実用的な指標だと主張した同年5月14日には吉村博文大阪府知事が大阪府が用いている大阪モデルの数値基準の一つと考え方が近いとして取り上げたことで マスコミの脚光を浴びた。6月12日の大阪府の専門家会議に出席した中野はコロナ第一波の収束について自然源の可能性があるとして四国や大阪府が3月以降行った自粛要請には効果がなかったと断言した。吉村はこれに対しその時の判断として必要だったと思うが一つの有力な意見だと強い関心を示した。この後、 大阪モデルには一部刑事の考え方が導入され、経済活動を重視して赤信号を灯しにくくする変更に舵を切った。しかし、刑事の予測では、第2波は7月上旬には感染者数がピークアウトする見通しであったのに対し、その後も感染者は増え、刑事による感染状況の予測には狂いも生じた。2020年11月には、 ジャーナルオブメディカルインターネットリサーチに掲載された。また、中野はコロナ第3波について2020年11月にはピークを超えると予測した。しかし、2021年に入っても状況は悪化の一途をたどったため政府が緊急事態宣言を出すに至った。ありがとうございます。